オートハープにハマって30万年。一番最初は多分秋元真君の下宿で聴いたのが最初だったと思うんですが、フェスティバルテープというレコードがあります。その一発目にブライアン・バーグというオートハープに、ブラックメル・ブロッカーというのを初期やってまして、でそれを聴いて以来、オートハープにハマっております。ということで、ブラックメル・ブロッカーをやってみたいと思います。Oh, what can I say?
はい、KRP の皆さんでした。大きな拍手をどうぞ。進行が早くなってましてですね、スライスチーズと、カントリーリングスの皆さん、ちょっと早めにセッティング、スタンバイをお願いできればと思いますが、カントリーリングスと、スライスチーズの関係者の皆さんおられましたらですね、ちょっとお伝え願えたらと思いますが、それでは次のバンドをですね、紹介したいと思いますが、こちらも、阪神ブルーラッシュの方でですね、関わりの深いメンバーでやってもらっていると思うんですが、大きな拍手を迎えください。グラスチールです。どうぞ。Dance on.
Thank you.
グラスフィールドとの素晴らしい演奏のにもう一度見なくちゃどうぞ。続きましてですね、こちらもですね、ずっと宝塚のフェスに、僕も何年も連続出場ということでですね、はい、それではですね、紹介したいと思いますが、大きな拍手でお迎えください。カントリーウィングスの皆さん、どうぞ。カントリーウィンクというバンドでございます。本当のメンバーはですね、ドブロの彼がバンジョーを弾いたということなんですが、今日はブルガストラベル7のバンジョーの、田村君ですね、入ってもらって、ちょっと編成変わってます。曲もですね、さっき1時間ほど前に決まったところで、田村君がまだコードを覚えきってないという、こういうあやふやな情報帯でやっておりますけれども、じゃあ1曲目はですね、ビートルズのナンバーのですね、I Just See the Face という曲をやってみました。2曲目は少し早い曲です。よしでしょうか。これもかなり古い歌ですけども、いいでしょうか。You are fine。
だんだんと暗くなってまいりましたよね。テントの先は下の方に張ってるんですけど、ここに上がってくるだけで息が切れるというね、もうだんだんと、音楽もしなあかんけど運動もしなあかんねというふうに思ってますけど、じゃあ最後の曲でございます。これも、まあ、昔の曲とかしてるんで、ね、これであの最後の曲にしたいと思います。シールゴンゴンゴン。関西学院大学にですね、かつてアメリカ民謡文化会というですね、クラブがありまして、今はもうね、あの大学に現役の学生は行ってないんですけども、ここ数年ですね、OB がですね、また復活しまして、去年までサブステージだったところの南側にですね、関学アメ民のテント村といいますかね、そこで、また集まって、同窓会もどきのことを、集まってやってますが、そのね、ケージ、アメリカ民謡同好会の OB が、集まってですね、演奏するということで紹介したいと思います。あ、それとですね、今から2時からドブロのワークショップがサブステージであります。それから、どん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 ね、あの人増えてきてますけども、受付の方をね、必ず済ませていただきたいと思います。あの見えるところにね、あのつけてください。お願いします。それでは紹介します。オロコケージボーイズThank you.
ールドケージボーイズでございます。車がついて4分後にステージ上がってみてみんな汗だくでございますけども、ちゃんとやってみたいと思います。次はアワリオ先生のリードボーカルセレン。